わしらと勝負しようや。ゲーセンはもう毎日行ってましたね。行ってた。そうなんだ。小学校の時、 あと小学生の時にゲームセンターに行っちゃいけないっていうなんか学校の謎の決まりがあったんですけど、それをちょっとシッて言いながらみんなで遊びに行くのが楽しかった。楽しい場所だよね。新しい学校のリーダーズが突如ゲームセンターに現れ、ゲームをしている外国人とゲーム対決。ゲームセンターでの思い出エピソードをメンバーが明かしました。食べていました。新しい学校のリーダーズは今回ギャラクシー Z に搭載された鎮痛薬機能を紹介する CM に出演。わしらと勝負しようや。私たちのことも倒せるかな。 Of course, let's do it. One more time, of course. ラウンド1 Let's go! 3, 2, 1, 続く。黄色を3回押して。ゲームセンターでゲームをしている外国人と鎮痛薬機能でコミュニケーションを取りながらゲーム対決を楽しむシーンが撮影されていきます。2人進行しましょうか。ウィン！いやー！ゴー！完成した CM がこちらです。はっ！わしらと勝負しようや。 I don't speak Japanese. ほっ！ほっ！私たちのことも倒せるかな。 Can you defeat us too? Of course. もちろんです。 Let's go! Wow, how'd you do that? どうやってしましたか。黄色を3回押して Press the yellow 3 times. One more round. Go! ギャラクシー AI がここに。最近までヨーロッパツアー、アジアツアーしてきました。とても美しい経験をさせていただきました。J'ai parcouru l'Asie pour l'Europe jusqu'à récemment. C'était une très belle expérience. うわー、すごい。で、日本語こう入るのも正確ですね。の、確かに感度が高い。たくさんたくさんたくさんのラッシングですか。そしてシングルですか。はっきり喋んないとね。そう、はっきり一人ずつこう喋ったら全部聞いてる。すごい会話ができるってことだ。改めてちょっと感想をカメラの前に。このギャラクシー AI の通訳機能がある状態で、手元にある状態でアジアツアーとヨーロッパツアー回りたかったなと本当に心から思います。なんて便利だったんだろうか。ね、でこうやってやったらこの子と一緒に旅がしたかった。したかった。これからはもう絶対にお供だね。そうだね、どこの国に行ってもこの子中心に置いて行こう。歩くなる。思い出も残るするしな、ね、素晴らしい画質で、うんうん、メンバーがゲームセンターでの思い出エピソードを明かしました。ゲーセンはもう毎日行ってましたね。行ってた。そうなんだ。小学校の時。私も毎週金曜日にお父さんとあのラブベリーをやりに行ってた。私も。あと小学生の時にゲームセンターに行っちゃいけないっていうなんか学校の謎の決まりがあったんですけど、それをちょっとシッて言いながらみんなで遊びに行くのが楽しかった。楽しい場所だよね。新しい学校のリーダーズがゲームセンターに現れ、外国人とゲーム対決をするギャラクシー Z の新 CM が公開。
ゲームセンターでの思い出エピソードを明かす。テレビ朝日 AI アナウンサー花里ゆいながお伝えしました。